松本総司は、日本の総合格闘家、ブラジリアン柔術家、プロレスラー。埼玉県狭山市出身。2021年3月7日、ネスタ PFT 全米エクササイズ、スポーツ協会の資格を生かし、東京都国分寺市にパーソナルトレーニングジム、フィジカルデザインワークスを新規オープン。綺麗なジム、素晴らしい設備、丁寧な指導は回転早々評判に、 重量級の実力者として、プロレス活動も継続。高校時代から、ブラジリアン柔術をはじめ、パラエストラ川越に所属。1年で全日本新人選手権、アオビレイビで優勝。アダルトアオビ、チコのアジア王者となる。後に、パラエストラ八王子遺跡。2015年現在、柔術は茶オビ。2009年9月23日、埼玉県。 新座市民総合体育館第2武道場で行われた第7回関東州とグラップリングオープントーナメントにおいて柔術着を着たジャケットミドル級エキスパートクラスで優勝したほか柔術着なしで行われるネイキッドミドル級アドバンスクラスでも優勝2010年2月5日新宿フェイスで行われたディープ X における対堀内信人戦でプロデビュー 6月にパンクラス初参戦を果たす。2011年8月には第17回ネオブラッドトーナメントライト級で準優勝を飾る。2016年7月4日、東京ト東リバーサイドスポーツセンター第1競技場で行われたブラジリアン柔術オープントーナメント大会コパブルテゲア2015で優勝。約6年ぶりの柔術大会出場であったが、 オール一本勝ちであった。2018年4月開催の SJJJF スプリングオープンでも優勝。もともとプロレス好きであったが、2014年6月21日に行われた DDT プロレスリングハードヒット超進化大会におけるスーパータイガー戦で初参戦。3分30秒、KO 負けもハードヒットルールの中、 充実技でラヒーバでバックを奪い大会を盛り上げ、以降ハードヒットの準レギュラー選手となる。8月23日、ハードヒット G ジェネレーションにおいて、グラップリングルールで全日本プロレス、青木敦氏と対戦。2014年には全日本プロレスジュニア、タグバトルオブグローリーに出場する、青木敦史佐藤光組を充実特訓の下、指導している。 2015年1月18日、シアタープロレス、鎌倉課長風月旗揚げ戦に参戦。試合後、プロデューサーの勝村修一郎に誘われる形で、プロレスにおける活動が、シアタープロレス課長風月所属となる。2016年2月15日、シアタープロレス、鎌倉課長風月、第2章に出場。浜谷、中川達彦、篠宮敏久を下し、 1> 第1回課長風月総合格闘技、ガッツトーゲットトーナメント優勝。5月9日、船橋オートレース場で開催された、船橋ボンバイエ2015において、平直行と対戦。9月5日、千葉、ブルーフィールドで行われた、ハードヒット主催、第2回ネクストコンテンダーズ一例トーナメントに、出場。ナス幸太郎、山本裕次郎、服部健太を破り優勝。 こちらもオール一本勝ちであった。10月9日、VKF 新規バファーストリング大会にてゲ太郎とシングルマッチで対戦。11月8日、プロレスリングフリーダムズ岩市平体育館大会でジウィンガーと対戦。2月14日、課長風月東京ター大会で伊藤数分岡田武志組戦。2月28日、ハードヒット千葉大会で 藤原義明青柳優番組戦。このカードは佐藤光曰く第2回ネクストコンテンダーズ1デートーナメント優勝のご褒美だという。7月30日ハードヒット千葉大会で田中実ると対戦。重量級の素晴らしい選手発見とのコメントが寄せられた。2016年10月2日ハードヒットベストオブスーパーグラップラーズにて 裁量リと対戦。12月29日、ハードヒット付きになった男たち、イン新宿で、鈴木秀樹と対戦。人間風車がために破れる。2017年3月25日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒットワンガンムーンライズで全日本プロレスの、ジェイクリーと対戦。4月27日、リアルジャパン、後楽園、ホール大会で、スーパーライダーと対戦。 6月29日、リアルジャパン、後楽園、ホール大会で、ウルティモドラゴン&、倉島信之と組み、高久能&、小笠原和彦&、青木厚史組と対戦。7月16日、ハードヒット、新木場大会で、藤原義明&、和田拓也組に敗北。7月24日、アントニオ猪木プロデュース、ISM 後楽園大会では、鈴木秀樹と組み、 スコット・ノート・ガンド、佐藤・光組と対戦。8月31日付で、シアタープロレス課長風月を退団し、フリーランスとなる。9月9日、横浜大会より、佐藤光・光和田拓也と組、全日本プロレスに、初参戦。11月3日、全日本プロレス、千葉大会で、初のメインイベントを担当した。2018年10月28日、 ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、君の寝技に恋してるで行われた第1回、ザイアンレスラートーナメントでの両を下したが、決勝戦で、和田拓也に敗れトーナメント準優勝。2020年8月29日、富士通スタジアム川崎で行われた、キングオブハードヒット1回戦で、岡田武史に勝利するも、12月27日、新木場で行われた、 キングオブハードヒットトーナメント準決勝で和田拓也に敗戦。2021年3月7日、ジムを独立し、東京国分寺市にパーソナルトレーニングジムフィジカルデザインワークスをオープン。2021年5月2日に行われたニコプロプレゼンツハードヒットマイネームイズハードヒットではマイクチフトミコトと対戦し、辛くも TKO 勝利。ありがとうございます。